どうもこんにちは、今回はですね、以前の動画の続きのような感じになるんですけれども、焚き火台、先日購入したですね、焚き火台の続きです。ヨラーでしょうね。これね、びっくりすることにね、価格がね、1890円。ここのね、横の穴の部分にこれをね、引っ掛けるんですけども、見てわかる通りね、2段階の調節が可能になってます。購入した焚き火台はですね、ユーラーというところの、まあ言ったらね、キャプテンスタッグのかまどみたいな焚き火台なんですけども、組み立てがですね、超簡単な焚き火台です。こういう風にですね、高さが2段階調整できるというお話をしたんですけども、コメントでですね、いただいた話で、これをね、逆さまにするとこういう感じで、実はね、4段階に調整できるんだよというお話をね、いただきました。裏返して大丈夫なのかなと思ったんですが、ちゃんとね、裏側もね、ここの切りかけがあるので、この上のね、ごとくも乗るようになってます。コメントをいただいた方ありがとうございました。で、今回ね、動画としてやりたいのがですね、ここにね、炭を使う場合、基本的にですね、炭焼きをしたいということでこれを買ったんですけれども、これのね、問題はね、炭をどうやって起こすかっていうことかなと思います。火起こし器もあるんですけども、火起こし器だとね、少量の炭に火を起こすのにはあんまり向いてなくて、どうしてもね、大量の炭、普通に例えば家族でバーベキューするぐらいの量の炭、そういったものを起こすときには便利なんですけれども、これね、見てわかる通りね、そんなに量いらないんですよ。そんなに量いらないので、ちっちゃいね、火起こし器がないかなと思って探してたんですが、残念ながらですね、小さい火起こし器というのが、各メーカーからね、発売されてませんでした。多分ないと思います。ないので、まあね、なんとかするしかないということで、こういうものをね、見つけました。これ何かというとですね、ステンレスカトラリーラック、ダイソーで200円のものなんですが、これね、横にいっぱい穴が開いてるでしょ。これがね、もうね、空気穴にしか見えない。おそらくですね、本来の使い方としては水切りなんだと思うんですが、底の部分にもね、穴が開いてるので、余計にね、空気穴にしか見えないんですよね、なんか。で、ここがね、ちょっと、わかるかな、地面からちょっとね、浮くような設計になってます。で、これとですね、こちら、使ってる方も結構いらっしゃると思うんですが、こちらもね、ダイソーで150円で購入したオイルポットです。油をろ過するやつなんですけども、火消し壺としてこれをね、代用してる方が結構いらっしゃいました。いらっしゃったので、まあ、これはね、火消し壺としていいだろうと思いつつ、火起こしもね、なんとかならないかなと思ったところですね、これがあったんですよね。オイルポットなんですが、こんな感じで、ろ過するためのものがついてます。で、今回はね、これいりません。最初はですね、灰皿とかを使って火起こし器にしようかなと考えてたんですが、このね、ステンレスカトラリーラック、これがね、もうね、このために作ったのかなっていうぐらいシンデレラフィットします。で、蓋もできますよと。なのでですね、火起こしと火消し、これを合わせて、350円でできてしまうということなので、こちらがですね、想像通りの使い方ができるかというあたりをちょっと試してみたいなと思います。どうでしょうね、想像通りであれば使えるはずなんですが、まず下に燃焼剤を入れておきます。燃焼剤は、いつものように文化焚き付けです。じゃあ、ここにですね、火をつけようと思います。下から行ったらいいのかな、火をつけるのが難関かな、これ。こういう時にですね、なんか着火魔みたいなのがあるといいんですが、持ってないので、先に火をつけた方がいいか、ちょっと先に火をつけてみましょう。さあ、火がついたので、
わ、絶対いけるやつだこれ。これぐらい入れてもいいかな。これは問題なくいけそうですよね。下からの空気もあるし、横からの空気、これも入っていってるので、あーでも横に逃げちゃうのかな。まあ、多少はですね、風で横に流れることもあるんですが、これで大丈夫だと思いますね。周りをねウィンドスクリーンで囲っちゃうとか、横の穴ですよね、周りに開いてる穴を、まあ、いくつか塞いであげたりするともっといいかもしれません。でこれのいいところとしてはですね、ステンレス製なので、錆びにくいというのがいいところじゃないかなと思います。オイルポットの方はですね鉄なので、やっぱりね錆びには気をつけないといけないかなという感じなんですが、もしダメになったとしてもね150円なので、ソロで使うということを考えると躊躇なく買える値段なのかなと思います。とりあえずですね、文化焚き付けが燃え終わるまでこのまま様子を見てみましょう。今炭の見えてる部分の端っこの方、端っこの辺は白くなってきてるので、結構いい感じに燃えてそうな気はするんですけどね。じゃあいい具合なんでひっくり返します。炭の分量としてはですね、まあ、こんな感じ。実際やってて余裕があったので、もうちょっとね入れられると思います。もうちょっと入れられるので、やっぱりね一人用のこの焚き火台で使うにはちょうどいいサイズなのかなという感じです。で使った火起こしはですね、この中にということで、ぴったり収まります。じゃあ今度はですね、こちらを片付けていこうと思います。おそらくねこのような状態になってると思いますんで、この上にねポットを置いて、こうやって放置とやっとけばいいはずですが、どうかな。じゃあこの状態でですね、しばらく放置をしておきます。ということで今回は、この2つのものを使って、片方は火起こし器、片方は火消し壺ということで、使ってみました。本来の使い方とはですね、だいぶ違うんですけれども、十分機能を果たしてくれることが分かりました。こちらは200円と150円ということで、2つ買っても350円なので、火起こしと火消し壺、これを探している方や小さめのものを探している方はですね、これで十分じゃないかなと思います。ソロ用の焚き火台を使ったりとかですね、今は時期が時期なので庭で楽しんでるっていう方もたくさんいらっしゃると思います。そういった方にもですね、おすすめできるものだと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは。